こんにちは、萩です。今回はですね、今最もホットで話題の選手をみっちりと紹介していきたいなというふうに思います。こちらですね、ドルーリーシェリー選手、今陸上界が一番注目している選手なんじゃないかなと思います。なんといってもちょっと前に開催された全国都道府県対抗女子駅伝、もう見ている全員が間違いなく魅了されたと思います。こんなにパーフェクトな選手いるのかっていうぐらい本当にパーフェクトな選手なんです。なんといってもまあランニングフォームが美しい、こんなに綺麗に走る選手今まで僕見たことないですよ。それぐらいランニングフォームが美しいんです。そして容姿もね、すっすごい品があるんですよ。本当に中学生っていうぐらいは品があります。そして陸上の実績も素晴らしい。で、今回都道府県駅伝では3区に登場してるんですけども、3区で17人のごぼう抜きで区間新記録を出してんです。こんなにパーフェクトな人がいるのかっていうぐらい、まあ、今ね注目を浴びているんですけども、まあ、今回、まあ、都道府県対抗駅伝に出場して、もうみんながね、まあ、注目して、まあ、魅了されてね、ファンになったと思うんですけども、ただ今回初めて知ったっていう方は結構多いと思うんです。で、ドルーリーシェリー選手って中学校の時の実績ってめちゃくちゃ素晴らしい結果を残しているんですけども、そもそも中学の陸上競技の結果自体が外に出る機会って少ないんですよね。まあ高校とか大学とかって、まあテレビ中継される大会があったりとか、まあ雑誌とかでもねフォーカスされることが多いんですけども、中学生をこうフォーカスして取り上げるっていうのはなかなかないので、中学校でかなり活躍してね、まあ、実績が素晴らしくても、お元に出るっていうことが結構少ないので、まあ、今回都道府県対抗女子駅伝で初めてね、まあ、知ってファンになった方も多いと思うので、今回はドルーリー・シェリー選手の、まあ、過去のね、経歴とかもね、まあ、中学校の実績なんかも含めてね、まあ、紹介していきたいなというふうに思います。で、ドルーリー選手、今現在ね、中学校3年生、4月から高校生なので、気になるのは進学先。どこの高校行くのか、まあ皆さん気になりますよね。そんな話もね、まあ後半にしていきたいなというふうに思います。で、まずはですね、ドルーリー・シェリー選手の、まあ実績とか経歴がね、話していきたいなというふうに思います。まあ年齢が中学校3年生で15歳なんですけれども、2007年のね、11月生まれということになります。2007年、私のですね、まあ、大学卒業した年になります。まあだからなんだということなんです。それだけね、まあ年齢差があるということなんですけども、岡山県生まれですね。あります。で、お父さんがカナダ人で、お母さんが日本人ということなんですけれども、まあ映像で見た方いると思うんですけども、まあランニングフォームがかなりね、ダイナミックで、本当大きな動きなので、まあ意外とね、身長大きいのかなと思いがちなんですが、実際は157センチと結構小柄なんです。まあまだ中学校3年生なので、これからね、身長が一気にガンと伸びる可能性もあると思うんですけども、今現在ね、157センチ。あの見た感じのランニングフォームの大きさからするとね、かなり大きそうに見えるんですけども、実際ね、まあ比較的小柄のね、選手ということになります。で、陸上経験なんですけども、いろいろ調べた感じで言うと、小学校4年生ぐらいから、まあ陸上競技に少しずつ携わってきたという話になってるみたいです。ただ、走り始め、小学校4年生の時から、こう短距離からスタートして、まあチームね、まあリレーとかそういったところにね、大会に出ていたということなので、本格的に陸上競技をこの時から始めたっていうわけではないのかなという印象ですね。まあ、もともとランニングフォーム美しいですし、おそらくね、走るのも周りよりも速かったということで、まあ、短距離選手として活躍していたということなんですけども、その頃から体力結構あるよねっていうことで、こう、ちやほらね、こう、噂されていて、そこからね、長距離にね、少しずつね、興味を持ったということになります。で、本格的に多分中学校の時からね、まあ、陸上競技始めたと思うんですけども、ただ、これもなんですけど、驚いたんですが、今現在所属している中学校なんですが、女子部員は3学年合わせて、女子部員が3人しかいないんですよ。これ驚きですよね。まあ、中学校の時から強豪校に所属してガンガンやっていたっていうわけではなく、三学に合わせて3人で練習していて、こんだけの実績を残してるので、前の練習相手っていうのは基本的にいないわけですよね。なんで、ほとんど自分で一人で練習しているので、練習環境がバッチリ整っていたかっていうと、決してそうではないと思うんです。だからこそ楽しみですよね。まあ、どういった指導者でどういった練習をしていたかっていうのは明らかになっていないんですけども、もともとね、部員数がそんなに多くないってことは、もともとね、中学校のチーム自体が強豪チームではなかったと思うんですよね。なんで今までもしっかり指導してどうこうやってきたっていう感じじゃないので、なんかこう雰囲気でね、
やっていたことが予想されます。それでここまでの実績なので、よりね、まあ注目を浴びているということになります。で、ドルーリー・シェリー選手の、まあ中学校の実績を話していきたいんですけれども、まあ中学校3年生ですね、まあ前年度2020年度の話をしていきたいんですが、まあ2020年度中学生ランキング、もう、かっさらってるんですよ。毎年、こう、1年に1回のランキングって出るじゃないですか。まあ、高校、大学の時にはあんま出ないんですけども、高校ランキングみたいな感じで、まあ、5000メートルトップ順にずらーって並べたりするじゃないですか。で、中学生でももちろんね、ランキングとか出るんです。1年間で、まあ、タイム順にね、バーッと並べられるんですけども、まあ、ここまでね、活躍してるんで、もちろんね、長い距離中学生ランキングトップの方にいるんだろうとかって予想されると思うんです。予想されるんですけども、ドルーリー・シェリー選手は、もうね、レベルがちょっと違う。もちろんね、中学生ランキング1位は当たり前なんですけども、イメージで言うと、中学生ランキングトップってことは、まあ、1500メートル、3000メートル、2つでトップかなっていうようなのが、今までの大体の流れじゃないですか。まあ、長距離選手って、他の種目ってそんなに出場しないので、まあ、1500、3000メートル、2種目でトップかなって予想されるんですが、ドルーリー・シェリー選手はちょっと次元が違くて、2020年度中学生ランキング1位の種目が、まず、400メートル。400メートルもランキングトップなんですって。400メートル、800メートル、1000メートル、1500メートル、3000メートル。5種目で2022年度の中学生のランキングトップなんですよ。ありえない。ほんとこんなのはありえない。もう長距離選手で言うと、よくて、1000、1500、3000ですよ。やっぱ800メートルと3000メートル両立って本当に難しい。やっぱ中学生って800メートルに特化した選手っていっぱいいるんですよね。ほんと瞬発に特化した短距離選手が800メートルに特化すると、3000メートルとかやってる選手ってなかなかキレが立ちないので難しいんですけども、ドルーリー選手は400も800メートルもランキングトップ。この時点で過去最強の中学生と、まあ、言われているゆえんがね、まあ、ここにあるということになります。で、細かい実績で言うと、まあ、2022年の全日本中学校選手権の女子1500メートルで、まあ、優勝してるんですけども、記録が4分23秒という記録で優勝してます。これね、中学校3年生で男子で出すのもなかなかハードですよ。なかなか難しい記録なんですけども、まあ女性でね、まあこの記録叩き出してということになります。で、その2ヶ月後か先かな、に U16 の、アンダー16の、まあ1000メートルの大会があるんですけども、そこで1000メートルを2分45秒で走っているんです。僕ね、この記録の方がすごいかなってちょっと印象的ですね。まあ1500メートル4分23秒と1000メートル2分45秒で比較すると、僕の中では1000メートルのこの2分45秒の方が圧倒的にちょっと高いかなっていうような印象がね、ちょっとあります。それぐらい、まあ長い距離もいけるし、瞬発系のね、まあ短い距離もいけると、もうパーフェクトな選手。400メートルから3000メートルまで、まあこなせると、まあ今後どういう道にね、まあ進むかね、ちょっと気になるということですね。で、直近の実績で言うと、先ほど紹介した全国都道府県対抗女子駅伝で、まあ3区に出場して17人のごぼう抜き。もう映像を見てね、スタートした瞬間、みんなびっくりしたと思います。もうね、スタートしてね、100メートルぐらいで多分5人ぐらいバーって抜くんですよ。で、動きがもうちょっと違いすぎる。もう100メートルダッシュしてるのかっていうぐらいの動きの映像で、あれを見てみんなね、え、何この選手ってね、思ったんじゃないかなと思う。すぐね、ハイライト YouTube とかでね、オフィシャルね、サイトがね、まあ、残ってるのでね、見てほしいなというふうに思います。で、今までね、話をしてきましたけども、まあ、陸上の実績としてはパーフェクトなんですけども、ドルーリー・シェリー選手はこれだけじゃないんです。その他にも、絵を描くことが趣味だということを言っていて、それもまだ、ね、趣味レベルではなく、岡山県内のコンクールで入賞するくらい美しい絵を描くそうなんです。だからもう、すごいよね。もう、陸上もできるし、絵も趣味で、もう岡山県内でコンクールに入賞するぐらいのね、相当ね、まあ素晴らしい絵を描くんじゃないかなというふうに思います。そして、学業もすごいんですって。これ、聞いた話なのでちょっとわからないんですが、学業って、まあ、教科5教科であって、通信簿みたいな、通信簿って今言うのかな？通信簿あるか？通信簿か。中学校の通信簿があるんですけども、それ、オール5なんですって。ですよね。なんで、スポーツもできるし、もう芸術的な絵も描けるし、
勉強もできるんですって。な、文武両道もレベルちょっと超えてるぐらい、もうスポーツもできて、頭もよくって、もう芸術への才能もあると。そして見た目もとにかく品があると。まあ、こんなにパワフルな人がいるのかというね、そんなドルーリー選手になります。まあ、今後のね、ちょっと活躍さらにね、まあ、期待したいなというふうに思います。で、一番気になるのは、最初に言った進学先ですよ。今現在中学校3年生なので、まあ、高校でもね、陸上競技をね、続けることとかね、おそらく予想されるんですけども、じゃあ、どこの高校に行くのか。で、皆さんね、結構、こう、いろんな SNS とかで予想とかしてるんです。で、結論言うと、まだ判明してないんですよ。おそらく決まってると思います。決まってると思うんですけども、まだ、オフィシャルでは発信されてないので、どこに行くのかわかんないんですが、皆さんの予想と僕の予想を踏まえて、3つの高校が候補に上がっているという話になっております。で、まず1つ目が、仙台育英高校ですね。まあ、陸上に特化しているチームですね。まあ、全国でナンバーワンのチームと言われてます。で、ドルーリー聖里選手自身も、まあ、高校もね、陸上競技を続けて、よりね、いい結果を残したいという思いがあると思うので、まあ、高校ナンバーワンのチームを選択するっていう可能性は十分あるというふうに思います。ただし、まあ、出身が岡山県なので仙台育英高校に進学するっていうことは完全に寮に入るということですよね。で、仙台育英高校のイメージで言うと陸上に結構特化してるというところがあるので、そこがドルーリー聖里選手の今まで過ごしてきた環境と合うかどうかですね。中学校の時からゴリゴリ練習してきた環境であれば多分スムーズに入ることができるんですよ。ただし今までの環境からするとどっぷり陸上競技につぎ込んできたわけではないんです。まあ、練習所属先のチーム名の人数もそうですし、まあ、実績もそうですね。絵を描くことが趣味だったり勉強にも力を入れてきているので、まあ、陸上の時間と勉強する時間としっかり半分ずつ時間を組んでやってきたという印象なので、そうなってくると仙台育英高校の陸上部が合うかどうかがちょっと何とも言えなというところになります。そして候補として2つ目挙がっているのが高城館ですね。まあ、岡山県出身ということなので、そのまま岡山県の高校に進学するということも十分予想されます。そうなってくると岡山県でどこが一番陸上競技強いかというと高城がダントツに強いんですよ。で、全国高校駅伝も24年間連続で岡山県代表として進んでいるんです。で、全国高校駅伝も2022年は8位に入っているんですよ。ということはドルーリー聖里選手を獲得することによって次来年度その次の年優勝も十分狙えるチームになっていくと。自分自身が入ることによってチームがより活性化してみんなで宮古路全国高校駅伝を優勝しましょうっていう道も考えられる。で、地元なので、まあ、工場感が完全寮制なのか住んでる家からの距離感がちょっとわからない、なんとも言えないんですけども、もしかしたら寮に入らずに陸上競技とね、まあ、地下をこう行き来する可能性も十分あるので、まあ、それも考えると今までの雰囲気からすると工場感選ぶ可能性もあるかなと思います。まあ、今で言うとこう地元に残ってね、地元を盛り上げるっていうね感覚も十分あると思うので、その可能性もあるというふうに思います。そして3つ目は立命館宇治高校。僕ね、ここも十分あると思います。まあ、もちろんね、立命館宇治高校って陸上競技で、まあ、実績ね十分残しているチームですし、まあ、宮古路もね優勝十分狙えるチームなんですけども、なんといってもこう学業としてのこう偏差値というか学校のレベルがとにかく高いんです。で、さっき紹介したようにドルーリーシェリー選手ってスポーツも万能ですけれども、もう勉強もしっかりできるんです。で、中学校の時に全教科オール5で学業に力も入れてきたっていうことは高校でも勉強もしっかりしたいっていう考えが十分考えられるんですよ。まあ、スポーツはもちろんやりたいって頑張りたいし、ただ勉強もしっかり頑張りたいっていうことは高校自体もある程度レベルの高いところ、偏差値の高い学校に行って勉強とスポーツを両立するっていう選択肢も十分あると思うんです。そうなってくると陸上競技の実績が高くて学校自体の偏差値が高いとなると立命館宇治高校が当てはまるかなというところで、僕はこの3つの高校をねちょっと予想しました。まあ、僕の中で言うと仙台育英はでもなんかユニフォーム似合いそうだね勝手な感じ。今まで逆にちょっと仙台育英っぽいような雰囲気がねちょっとオーラを出している。仙台育英高校の女性って
なんかね、僕の中でイメージ近いのでユニフォームは似合いそうな感じがあるんですが、今まで過ごした環境とギャップが生まれるのでちょっと可能性は低いかなと思うので、僕はね立命館宇治高校ありそう。やっぱ勉強もしっかりしたいしスポーツもやりたいってなった時に両立、まあ文武両道って考えると立命館宇治高校ってね当てはまるかなっていうところがあるので、まあ選ぶかなと。まあまあないんですよね。まあ決定次第、おそらくね2月ぐらいにはオフィシャルで発表されるんじゃないかなというふうに思いますんで、そこがねまあ決まりましたね、また追っていきたいなというふうに思います。ドルーリーシェリー選手、今ね最もね話題の選手、ただこれからがね本当ね注目していきたい選手だと思いますんで、ぜひね応援してほしいなと思います。オンライン授業版ランニングの学校、リアルイベントで開催されているランニングの学校のレッスン内容をお届け。毎月4本程度の動画をレッスンのポイントなどをまとめて配信。オンラインでランニングの基礎を学べます。詳しい内容は概要欄から。ランニングの学校。